ミヤコのアリは大きいならへんやな。中ではな。ミヤコのおる間はね。ね今の今日のアリぐらいの限度です。ほんで、あれだったら、ただこんなんなるやな。あれ、これで大きい。けど、それは、これ大きい方や。それ、10センチから15センチ。何ヶ月そのままビオクでお前してても、ずっともうそれがマックスですわ。養殖もってこんなでかいあれ。あれはだから違うの。あれは餌餌で。餌で。大きなだろ。大きい。大きいとなる餌やるし、ほんで腹減らすために運動量を増えるように。水かけましょうし。そうそうそう。これが安川行ったら、あそこでこれぐらい増やすかしら。そうなんだ。これを小銅に入れたら、安川行ったらもうちょっと大きくなる。そうそう。餌で。餌に。もう多くやね、もう。琵琶湖におる間は、動物性のプランクトンとかが主食になっとって、大きいならんらしいんですよ。川に入ったら、あの、珪藻類の苔とか、ね、ああいうので大きいなれるらしい。琵琶湖で大きい。